レーゲンスブルクの旧市街とシュタッドアムホーフは2006年の第30回世界遺産委員会で登録されたドイツの世界遺産。古代ローマ時代にカストラレギーナとして成立したレーゲンスブルクはドナウ川とレーゲン川の合流点に位置する交通の要衝として特に中世には一大交易地として栄えた。世界遺産では 当時の姿を伝えるドナウナンガンの旧市街と、対岸のシュタットアムホーフにある旧、聖カタリナ自然病院が登録された。世界遺産登録に関わる中世、近世の歴史を外観する。通史については、レーゲンスブルクの歴史を参照のこと。1245年にレーゲンスブルクは、帝国自由都市となり、中世後期に交易路が変わるまで、交易の中心地だった。 1486年には、レーゲンスブルクが、バイエルン公国に組み込まれたが、1496年には、新聖ローマ帝国によって、その独立性が回復された。1542年には、レーゲンスブルクは、宗教改革を受け入れたので、1803年に、カール・フォンダール・ベルクの下で、レーゲンスブルク公国に組み込まれるまで、市議会はルター派だった。 市民の少数派は、ローマカトリックに留まったが、市民権は剥奪されていた。とはいえ、レーゲンスブルク氏とレーゲンスブルク氏教職は、混同してはならない。市は、宗教改革を受け入れてはいたが、ローマ教会の司教座であり続け、修道院も、複数存在していた。聖エメラム修道院、ニーダーミュンスター修道院、オーバーミュンスター修道院は、 神聖ローマ帝国内で地位を認められていたので、帝国議会に議席と投票権を持っていた。この結果、レーゲンスブルクの町には、プロテスタントの町そのもの、ローマ教会の司教座、蒸気三修道院という5つの独立した、ステーツが併存するという独特の状況になった。1663年から1806年には、都市は神聖ローマ帝国議会が常設された。 かくしてレーゲンスブルクは帝国の中心的都市の一つとなり、多くの訪問者で賑わった。レーゲンスブルク中心地のパノラマレーゲンスブルク、大聖堂レーゲンスブルク大聖堂側面、この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。